はい、じゃあ続きやっていきます。よん、俺はどうしてこんなところに俺はここにいる理由すら怪しくなってきたんだけど。あ、いたいたいた。ボット乗りますか？乗ります。ホットランドまでよろしく。ファ？え？お前ボートじゃなかったの？What？ テミー村はどこにある？消えるランタンの部屋の直前にあるエリアです。ありがとう。テミー村、僕は行かないんで、気になる人は自分で買って行ってください。お、ホモの兄ちゃん。悪いけど、アンダイ姉さんに言われてんだわ。人間がうろついててマジやべえって。で、俺らロイヤルガードでエレベーター前を通行止めにしてんの。ま、エレベーター止まってっけど、アンダイ姉さんのためには手抜けないっしょ。ちょんちょんちょん。すげえ見られてる。夏いな。これは自分？暗くてよく見えない。ね。え、嘘。もう来ちゃったの？お風呂入ってないし、服も適当だし、掃除してないし。あ、はじめまして。私はアルフィー。アズゴア様の直属の研究員だよ。でもね、違うの、私は悪者じゃなくて、実は、あなたが遺跡を出てからずっと画面越しにあなたを観察してたの。熱いバトル、熱い友情、全部見てたよ。本当はあなたを止めるのが仕事だったんだけど、画面の中の人ってつい応援したくなっちゃうでしょ。だからその協力してあげることにした。任せて。私ホットランドのことなら何でも知ってるから。アーズゴアのお城への行き方ももちろん知ってるよ。ただその一つだけ問題があって、ずいぶん前ね、メタトンっていうロボットを作ったの。もともとはエンタメロボットにするつもりだったんだ。ロボットアイドルみたいな。でも、もっと使いやすくするために最近改造して実用的な機能を少しだけ追加したの。例えばその対人間バトル機能とか。もちろんあなたが来るのを見て、私すぐにそんな機能は解除しようとしたよ。ただその時ちょっとだけ失敗しちゃって、メタトンはその人間の血に植えた殺人マシンになっちゃったんだ。てへ。はあ。でも、ばったり出くわさなきゃ大丈夫だよね。嫌な予感がしません。今の音は？嘘でしょ？オーイエス！ウェルカムエビバディ。さあ始まりました、今夜のクイズショー。オープニングからじゃんじゃん飛ばしていくよ。それでは早速お迎えしましょう。今夜の素敵な回答者です。君は初登場かな。大丈夫、とっても簡単だからね。覚えておくべきルールは一つ、必ず正解を答えること。間違えたら死んでもらいます。メタトンが襲ってきた。1回目は気づかなかったけど、博士が答えを教えてくれるんだね。大声を出すのはルール違反だ。まずはサービス問題から。クイズに正解すると何をもらえる？お、D か。次の問題。その通り正解です。クイズ番組は続く。ディフェンス255、金属製のボディ、攻撃しても効果はない。では商品をどうぞ。王様のフルネームは？手で答えよう。アズゴアドリーマー。正解、お見事。クイズ番組は続く。
君の話ばかりじゃなんだからそろそろ僕の話でも。ロボットは何でできてる？金属ともなく。ちょっと簡単すぎたかな。クイズ番組は続く。さあ次もサービス問題だ。おい、お見事、よくわかりましたね。教えてくれんの？マジで一周目の時気づかなかった。でもハエある友情はそう簡単に勝ち取れない。瓶の中にハエは何匹いる？おお、正解だ。運に味方されたかな。次は記憶力のテストです。このモンスターは何でしょう？メタ卑怯だろこの問題じゃあこれは答えられるかな。あなたはお化けにチューしますか？え、もちろんしかないじゃんこれ。素晴らしい答えだ。全部正解なんだ。ではズバリ聞きます。次の言葉は何文字ですか？メタと、うん、簡単でしたね。舐めてんのこいつだ。さあ次はちょっと難しいぞ。恋愛シミュレーションゲーム、キスキスキュー。オタク丸出しなんだよ。キリト博士、あれあれ困るな。アルフィー、ひょっとして答えを教えてる？なんだ、そういうことならこんな問題はどうかな。君には簡単に答えられるはずだ。ドクターアルフィーが密かに思いを寄せている相手は？え、本気でそう思ってるの？随分と思い上がったものだな。いやー実に面白いね。君は完全に勘違いしてるけど、ある日はずっと画面越しに君を見守っていた。君がうまくやれば笑顔になり、失敗すれば悲鳴を上げ、断るごとにこう囁いた。違う、そっちじゃないよ、反対だってば。確かにこれも愛の形と言えるのかもね。まったく、アルフィーが答えを教えちゃうんじゃやらせになっちゃうじゃない。はいはい、カメラ止めて。でも大丈夫、みんな心配しないで。今日は試験放送だからね。次回はもっとドラマチック、ロマンス要素満載で、バイオレンスてんこ盛りでお届けします。それでは皆さんごきげんようケツから火が出るのか。ああ、びっくりしたね。確かにびっくりしよう。最後の問題はあれは何かの間違いだよ。壁の裏には幅1メートルほどの狭いスペースがある。ぴったり入れるサイズぐらいだと、半分ぐらい入る。上になんかなかったっけ？待って、私の電話番号教えておくね。そしたら何か困った時も電話で。え、何そのガラケー、どこで買ったの？化石？これじゃメールもできないよ。ちょっと待ってて。 iPhone10 はい、アップデートしてあげたよ。これでメールもアイテムボックスも使えるし、キーホルダーもつけたし、ついでにこの世界で人気の SNS にも登録してたからね。これで私たちリアルに友達だね。ちょっとお手洗い行ってくる。足見えてますけど、ドアの向こうで黄色い足がジタバタし。奇妙な機械だ。ピンクのドロドロした物質がしたたるし。一体これは何の機械なんだ。オタクポスター。作業机のようだ。チリにまみれている。汚れた白衣がたくさんと清潔なワンピースが一着入ってる。いろいろなモンスター感、手紙、フロギー、ライちゃん、ワンボー、どれも封を開けた形跡はない。素晴らしい発明品。このベッドは使っていないときは箱が足りない。絵に描くのがすごく簡単だマジでウケんな作業工程をカットしてるさあさあ次のとこ行きますか。ある日は近況を更新しました。
アンダインと人間のバトル見るのを忘れてった。めっちゃうるさかったような覚えが。あ、でもアンダインは無敵だし、後で話聞こうと。とりま人間に電話して道案内しようと。あ、レーザーのことか。バイバイ。もうちょっとしたら電話しよう。早くしろよ。電話するの緊張するのさすがにオタク。吹き出す蒸気と歯車の音を聞いて決意が。マグマのエリア。電話マジ無理。緊張する。マジ無理。尊い。よし。あらよ。プシュンというかプシュンと。よいしょ。電話番号の最後の一桁押せなくて5分経過なる。かけるかけるよ、本当にかけるよ。早くかけろよ。よいしょ。あ、フライパンある。よ。フライパンが落ちてる。よいしょ。焦げたフライパンを取る。よ。つ、出た。瞬間に切られてしまった。は、もしもし。青いレーザーは、あ、私アルフィですけど元気。青いレーザーはじっとしてればダメージを受けない。オレンジのは動いてれば、ダメージは、とにかくオレンジが来たらとまずいすんで。じゃあね。電話しちゃった。前の案内から電話来て天気のこと聞かれた時ぐらい緊張した。でもここ地底なのになんで天気聞かれたんだろう。あっちゃん動いちゃった。あの、これ微妙に緊張するんだけど。ポイッと。よし。あ、人間を道案内するのを忘れてた。今の私は激写。かわいすぎー。ゴミ箱の写真だ。ピンクのキラキラのフィルターががっつりかけられている。違う違う。アルフィーです。北のドアは鍵がかかってて、右と左のパズルを解かないと開かないよ。右のパズルから解くのがおすすめだよ。じゃあ右から行きますか。うわ、あ、これもいいのか。2発出るから。オッケー。 Congratulations。 マジでパズル解けたの。すげえんじゃね。お前オタクじゃね。なんなんだこいつは。大変だね、学校やってる人も。うん、2発で行けるようにすればいいから、ここが1個になればクリアか。こうかな。おい。Congratulations。バイバイ。いいね。スムースにパズル解けたわ。勇ましい開き方すんな扉。まあいっか、説明しちゃおっと。そう、右と左にあるパズルのことだけど、口で説明するのはちょっと難しいんだけどね。自分で映っちゃった。あ、そうか。惜しい。うわ、ここはそれじゃあ暗くて何も見えないよね。大丈夫、照明システムをハッキングして明るくしてあげるね。嘘。オーイエス。さあ始まりました。地底で話題の人気料理番組のお時間です。殺人ロボのキラキラキッチン。オーブンの予熱はバッチリですか。今日はとっておきのスペシャルレシピ、なんとなんとケーキの焼き方を教えちゃいます。材料を持ってきてくれるのは素敵なアシスタント君。皆さん盛大な拍手を。材料は砂糖、ミルク、そして卵です。さあ持ってきてちょうだい。
はいはい、どうぞ。どうもありがとう。このカウンターの真ん中に置いてね。はい、どうぞ。パーフェクト。どうもありがとう、子猫ちゃん。さあ、これでケーキの材料が揃いましたね。ミルクでしょ、砂糖でしょ、卵でしょ。おっと、大変。これは通行のミスだ。一番大事な材料を忘れていた。そう、人間の魂だ。ああ、はい、もしもし、今ちょっと忙しいんですが、ちょっと待って。その人間の魂じゃなくて別のもので代用できないかな。別のもの、つまり人間以外の材料を使えと。なぜ？それはそのベジタリアンの人がいたら困るし。ベジタリアンだと？それは素晴らしいアイディアだ。実はちょうどぴったりの材料があってね。メタフーズから新発売、簡単便利人間魂フレーバー。向こうのカウンターに缶が置いてあるね。というわけでアシスタント君、取ってきてくれるかな。どうしたのかな、缶詰は嫌い？それは残念。メタフーズの製品は全て新鮮な化学合成食品なのに。出たよ。どういうことなんだよ、マジで。でもこれ。そうそう、放送時間の都合で1分以内に缶をゲットできなかったら予定通りのレシピでいくからよろしく。さあ、時間がないぞ、急いで登って。どうしよう、1分以内だって間に合わないよ。でもね、なんとかなるかもしれない。さっきその携帯に新しい機能をつけた。大きなボタンにジェットパックって書いてるでしょ、見てて。どんな携帯やねん。ね、ちょうど上まで行けるぐらいの燃料が入ってるから、頑張って缶をゲットして。かわすの慣れてるぞ。いいね、完璧完璧完璧。いや、調子に乗るとすぐこれだから。あれだ、左だ。わあ、よし、端っこ安定やな、これ。痛い痛い痛い、これは痛い、これは痛い。よ、痛い痛い痛い、やばい、スピードが間に合ってくれ。あ、よかった、全然いけた。これは驚いたね。どうやら君の勝ちだ。でもドクターアルフィの助けがなかったら無理だったよね。彼女がいなかったらどうなっちゃってたか。それじゃ、 See you next time。ああ、そうそう、魂の代わりの材料のことだけど、君料理番組見たことないの？ケーキは放送開始前に焼いておいたから材料なんていらないんだよ。何のために頑張ったんだ。すごい、やったやったよ、ナイスチームワーク。じゃあ先へ進もう。もう焼けているっていうの。遠くに不気味な建物が見える。決意が見える。コアの遠望、遠くに建物が見えるよね。あれがコア。この世界の電力が作られる場所だよ。地熱を魔法のエネルギーに変える仕組みで、まあ細かいことはいいとして、とにかくあそこが目的地。コアにはアズゴアオのお城に直通のエレベーターがある。それに乗ってお城へ行けばお家へ帰れるよ。サクサク行きますね。まあ間が空いたとはいえ、2回目は2回目だな。よし、レッツゴー。うるるる、ありがとうございます。あ、いや、俺の名前はヒートフレームズマン。覚えた。なんかこれ後で聞かれたような気がする。ヒートフレームズマン、ホットドッグ大好き。そういえば、あの小屋の屋にはどうして雪が積もってるのかな。きっと雪を下ろすのがめんどくさかったんだね。こんがり焼きたて。調子はどうだ、ホットドッグ買うかい。30ドルポッキリだぜ。もしものがいっぱいだ。頭の上に置いておくな。
女子会な、猫耳少女のフィギュアをインスタント麺の隣に並べた写真だ。痛すぎる。クールスケルトン95の借金せいか。ホットな写真を見せてる。イケてるダチのツーショット。鏡の前でポーズを取るパピルスの写真だ。サングラスをかけている。二の腕にはハリボテの筋肉を貼り付けて、筋肉もサングラスをかけている。めちゃくちゃやねえか。よし、バイバイ。なになに。ちょ、クールスケート記事が、それネタだよね。もちろんだ。俺の筋肉の強さをアピールするためのの。あ、そろそろいろんな人が。もしもし、アルフィーです。このパズルはタイミングが重要で、そこにスイッチがあるでしょ。3つのスイッチを3秒以内に全部押さなきゃダメなの。私が合図してアシストするからね。あいや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 、めちゃくちゃだよ本当に。うわ出た、俺これめっちゃミスったな。これ覚えてるよ俺これ。あーまたやっちゃった。もうパズルのヒント出すのやめ。ここでくれよマジで。もしもし、ちょっとトイレに行ってくるから席外すね。このパズルはあんた一人でもきっと大丈夫だよ。これだけがめちゃくちゃ難しいんだ。シンプルにアメージングだったなこれマジで。うそ、キスミュウツーの方が1より人気あるの。みんなセンスなさすぎ。いつかネズミはコンピューターの金庫をハッキングしてチーズを食べるかもしれない。そう思うと決意がみなぎった。コンピューター制御のレーザー金庫の中にチーズが入ってる。チーズはレーザーで少し溶けてテーブルにくっついた。2はミュウミュウのキャラが完全に崩壊しているし。キスミュウ2のレビュー。キスキスキューティーミュウミュウ2は2を名乗る資格なし、星ゼロ。あ、あいつら来んな俺。あ、ちょっとそこのあんた、ちょい待ち。さっき匿名の通報があってさ、横島のシャツ着た人間がうろついてるっつーんだわ。しかもその人間今ホットランドにいるらしくてさ。マジおっかなくね。まあでも心配すんなって。今安全なとこに連れてってやっからさ。あ、どうした兄弟。こいつが着てるシャツ、それをどうかしたのか。なあ、お前も同じこと考えてるか。マジかよ、やべえ。俺超絶バカじゃね。悪いんだけどさ、俺らあんたのことぶっ殺さねえとだわ。じゃあ、熱くなってきた。ダメだ、もう我慢できん。バリアがボタン。自分の気持ちに正直になれ。よし、早いな、ここまで行くのが。いいペース。早すぎるわ。俺もうダメだ。俺は耐えらんねえから。俺も我慢できねえから。てか、ゼロリー、俺、お前のこと好きなんだよ。戦う姿も、話し方も。俺、お前とチームアタックやったか、大好きなんだよ。お前とぴったり同じ動きで、ソードをゆらゆら動かすのも。ゼロリー、俺、これからもずっとお前とこうしてたい。いや、その、なっつって、冗談だって。
01。おお、これが終わったらアイスクリームでも食いに行くか。お、いいね。01と02を幸せそうに見つめ合っている。じゃあな。この美穂やば、人間のことほったらかしだった。見てると仕事を忘れる番組トップ10。ごめんごめん、お待たせ。また真っ暗だね。でも大丈夫、私のハッキングスキルでなんとかできるから。嘘でしょ。